トミーファーストの会。この4年間で達成した公約は206項目、公約の進捗率はおよそ 81%。 こうした取り組みが評価され、優秀マニフェスト推進賞議会部門を受賞。新型コロナ対策では現場の声を素早く都政に伝えるため、これまでに53回にわたり小池都知事に要望書を提出。日本初の感染拡大防止協力金や医療従事者の皆様や中小企業への支援など、さまざまな対策を実現推進しています。4年前までの古い都議会では高額な議員報酬や政務活動費、政党復活予算、黒塗りの公文書など、さまざまな問題が山積していました。都民ファーストの会は議員報酬を 20% カット、公用車の大幅削減など議会改革を進めたことで、およそ27億円もの費用を削減。不当な口利きや政党復活予算を廃止し、情報公開も徹底。全国ワースト3位だった議会活力度ランキングは8位へと急上昇。女性議員の比率はなんと全国1位です。東京都独自のルールを定める条例についても、子どもを受動喫煙から守る条例など4本の議員提案条例を制定。また小池都政の下で LGBT への差別を禁止する人権尊重条例、児童虐待防止条例、中小企業振興条例も制定しました。以前の都議会では軽視されがちだった子育て支援にも力を入れています。待機児童の数はなんと 73% 減少。保育費の支援、ベビーシッター利用の補助、子育て応援車両など、子育て世帯が本当に助かる様々な施策を実現。東京大改革は4年間で大きく前進しました。古い議会に戻さない。都民ファーストの会はこれからも都民の皆様と共に改革を進めてまいります。